トレードオフにおいて決断する上で最も大事なこと、注意することは何でしょうか。ほう、最もか。なんだろうな、はい、まあ、いろんな立場とか状況によって違うと思うんですけれど、本当にちゃんと捨てられるかっていうことなんでしょうね。本当にちゃんと捨てられるか、はい、うん、トレードオフって日本でよくあるのは優先順位っていう言葉なんですけれど、優先順位というのは本当はトレードオフを示している、大事なものがこれです、次がこれです、それが優先順位ですよね。ですけれども残念ながら日本人が、もしくは日本人の上司がつける優先順位というのは、仕事をやる順番に過ぎない。だからどうせ全部やらなきゃいけないみたいなで全部やろうとして、最後疲れてダメになっちゃうみたいなことかもしれません。本当にやらなくていいと、これとこれはやらなくていいんだっていうふうに切れるのか、トレードオフというのはどっちかを切るというふうなことなので、それはお客さんを切ることかもしれません。我々はここしか相手にしない、ここはやらないんだっていうふうなこと、そういったことをきちんと示せるのかというふうなことだと思います。